KLM シティホッパーの本部、KLM シティホッパーは、オランダの航空会社。KLM オランダ航空の子会社で、アムステルダムのアムステルダムスキポール空港をハブに、ヨーロッパ域内の国際線を運航している。就航都市は44都市とヨーロッパ中に広がっているが、ほとんどはアムステルダム発着便である。KLM シティホッパーは1991年4月に、 NLM シティホッパーとネザーラインズが合併し、設立され同年には運行を開始。2002年には KLM グループの財政再建計画の一部として、KLM UK を含むヨーロッパ圏内の地域路線を持つ KLM グループの航空会社が、KLM シティホッパーの名前の下に、さらに合併した。現在は、KLM の完全子会社であり、900人余りの従業員を抱える。 A ブリストル国際空港に着陸するフォッカー70型、キヒースロー空港に着陸するアージ191部についてはシティホッパーと KLM とで曜日や季節によって運行が振り分けられている路線がある。オランダのウィレム・アレクサンダー国王は大大大使時代から副業として約20年間パートタイムで同社のフォッカー70の副操縦士を務めており、機内アナウンスも行っていた。 2017年には、フォッカー機の代替機であるボーイング737の訓練も受けている。ありがとうございます。